よし、よしよしよし、やっていくぜ、やっていくぜ、やっていくぜ。そう、邪神に挑む権利を得たんだよ、もう。で、なんでこんなとこから始まってるかというと、勇者の試練、狭間の霊道をね、に、メタルキング闇、いや、メタルキング強が出るっていう情報を得たので、ここをね、うろちょろしてレベル上げをしていましたと。で、この勇者の試練、狭間の霊道の宝箱を取り逃してるのがあって、それ取ったらね、勇者の衣っていうのだったんだよね。だから装備させてみたら見た目が変わって、なんかこの先代勇者、浪士とオソロっぽい服になりましたね。多分オソロだと思う。で、二刀流になりました。主人公二刀流です。で、この入れ替えを見てもらえるとですね、全員レベルが99になっておりますね。レベル99がマックスらしい。メタルキング強を狩りすぎてレベル99になってしまいました。で、狭間の霊道じゃなくて、勇者の試練か。ネルセンの試練、勇者の試練か。これにやれって言われた目的は、まずお前じゃレベル足りねえだろっていうアドバイスを受けての、神の里の人たちからの親切心で、まあ、ここに来ることになったわけなんですが、レベルがマックスになったんで、もういいんじゃねえかと。ついに、ニズデルファに挑んでいこうかなと。なんか、裏辺まだパート4だからさ、体感的にはものすごい短い。だいたい、ドラクエの裏って本編の倍ぐらいかかるもんな。そうそうそう。で、ここをなぜ抜けないでおいたかというと、ここで、プラス1個願い叶えられんじゃねえかっていう、ちょっと考えがあって。画面がカクカクする。何これ。あれ？こんな人たちでしたっけ？あれ？俺、勇者の試練ってやったよね？まあ、なんでこれ画面カクカクするの？これ。そんで、この時に俺、これ変えられると知らなかったわ。何？絶望の巨人。目の色が違うけど別のキャラじゃないのか。あ、ごめんごめんごめん。つえ！これは絶望の巨人だな。ちょっと待って、レベル上げ用にバトルスピードを超ハイにしたから戻します。こんな遅いんだ。もう目が慣れない。いけ、マズン。これはマズン案件でいいでしょう。おお、普通のスピードの氷結乱切り初めて見た。遊ぶな。おお、なんかかっこよ。あ、やばい。三四郎置けないのはだいぶまずい。ちょっとこれ回復薬いるわ。シルビアちょっと役立ってない。これで行きましょうか。カムよりグレイグの方が頼りがいがあるんだよな。で、並べ替え的にはこれが好きです。任せてくれ。頼むぞ。これターンの勝率どうやって、なんだー、待って、大丈夫か、丁寧なら大丈夫か。やばい、死んだ。マヒアデドスはそうか。お、いいね。ザオリック。お、モーションかわいい。
この曲かっこいいな。あれ、普段からこんな、ちょっと待てよ。嘘だろ。混沌の巨人から倒さなきゃいけなかったのかよ。いやいやいや、そいつ、いいね。いや、でもそいつ殺しても意味ないんだよ。死なねえし。強すぎるだろ。なんだっけ。なんか俺設定変えようと思ったんだけど。あ、そうか。これで、連携するでいい。もうあの、レベル上げのためにちょっとこれ変えてました。でもそいつ殺しても意味ないんだって。ヒガクロー!かっこよすぎるだろ。ほんで、ドラクエの強いやつの枠全、この見た目のやつ多すぎないか。なんだっけ、6の裏ボスのやつだね、これ。頭のヘルメットの形がちょっと違うけど。あいつの名前毎回忘れちゃうんだよな、何回調べても。あ、強すぎるだろう。かっけえ、そんで。コメント、ギガスローかっこよすぎる。ギガスローかっこよすぎるよね。混沌の巨人、やばい。いやー、ちょっとザオリクもいいんだけど、ちょっとマズンをね、マズンを打ちたいところ。いいね、ゾーンの時。いいね。え、弱いって。一人で900出してる人いるんだから。いや、マズンでいいよ、マズンで。あー、ダメだ、分かってねえな。あと、ダークドリアム、ダークドリアム、ありがとう。これ強すぎるって。これ強すぎるって、マジで。意味わからんぐらい強いって。まあ、一回これはマズンでいいよ、まあ、マズンで。うん。サミダル的強い。いや、マジで、こいつ強すぎるな。あれ、俺クリアしなかった勇者の。それとも2回目だから。いけんのかい?いけんのかい?ギガデイン、なめぷすぎだろ、お前。何やってんだよ、こいつ。マジで意味わかんねえ。勇者こんなアホでいいの?イガデイン、あ、跳ね返っちゃったみたいな。カッコつけて銃撃ったら、長弾で自分死んだみたいな感じだったな。これえぐい、これえぐい。諦めるな。かってえ、こいつ。これラスボスより強いんじゃないの、強いんじゃないのこれ。あー出た、かっこいいわ。ぬぼー。いや、お前はいいよ、お前はいいよ。いけ、な、な、な、いいね、勇者との971。こいつ硬すぎない？ナイス、マズン。手付けねえ。一冊剣。お、危ない、生き延びた。姫様、ここに。姫様、待遇良すぎだろ。剣の舞を踊った。かっこいい、かっこいい。あ、倒した。ちょっと待って、剣の舞で1000も出んのかよ。強すぎるだろ。いいね、やっぱオートだとさ、いろんな技をちゃんと使ってくれるから、俺が自分だったら選ばないであろう技もちゃんと、あ、そうかそうか、50点以内、いや、50点以内だったんじゃない？ 42 でいいね。自らの恐怖に打ち勝った。これなんなん、これ、聖女の髪型を変えたいって。幸せになりたいは前回断られたんだよね、多分今回も断られると思うんだよ。故郷の村が荒れ果てたままではないか。あ、そういうことね。だから故郷の村、医師の村行って、なんかしてからじゃないとダメなんだ。じゃあ、聖女の髪型を変えたい。
ロングヘアか、ロングヘア派か、ショート派、ショートカット派か。え、何それ、欲張りにも、俺そんなこと言ってないんですけど、てか、セイニャの髪型別にどっちでもいいんですけど。はい、何ですか、カツラですか。イメチェンリング。装備品なの？ああ。これ、キモすぎない？これの勇者。コメント、幸せになるところじゃないって最低な発言すぎる。お前、何幸せになろうとしてんだよってネルセンに言われてるってことでしょ？お前、何が幸せになりてんだよ、やることあんだろうって。それみんなそれ、みんなそうだろ。全員。なるほどね。まだまだ試練できるわけだ。でも、あとは幸せになりたいしか叶える願いないからな。ああ、またこのヒントしてこれね、念入りに教えてくれるね。勇者の力で、勇者の剣の力で闇の衣を剥ぎ取りましたと。だからゾーマでしょ、ゾーマ。ゾーマの音楽ってどうなんだっけ。おお、一応ボス倒したからな、セーブしとくか。あー、どうしようかな、もうね、すぐニズデルファ倒そうと思ってたんだよね、今から行っちゃって。でも石の村のやつ気になるから先にやってみようか。石の村行ってみよう。復興っつったって何すりゃいいか分かんねえかんな。あれ、石の村、石の村って行けないんだっけ。あ、一番上にあった。コメント、ラスボスの曲一個も知らない。もうあのラプソーンの曲だけは本当に、ラプソーンの曲が一番好きだからな俺。大空に戦うっていう曲、あれ本当めっちゃかっこいい。やれやれね、お前ちょっとグリーグ責任感じて、お前がやれよ、お前一人でやっとけ。コメント、実況動画的には先に幸せになるのみたい。そうですよね。俺もね、そう思うんですよ。な。あ、びっくりした。乗れんのかと思った。この馬だけ目がリアルだな。でん。ちょっと母ちゃんいねえの、母ちゃん。そうか、そうだそうだ、時を遡ってからは石の村来たことねえわ。そうか。で、あれだもんね、デルカダール、なんだ君は。デルカダールの王様がここにいた時と、あの、あれとはもう時系列が違うんだよね。だから別に母ちゃんとも会ったことないんか、俺は。シェイクにゲメン、私は一向に構わん。この村の修理か、私はこのままで一向に構わん。あ、お、記憶見えんじゃない。あれ、そうか、なんだっけ、世界中みたいな。ちょ、母ちゃんマジどこ行った。ん、ショップですか。魔除けの聖印。ああ、ザキ攻撃を防げるってことね。いません。マップがわかんない。あ、自宅あっちか、こっちだね。アクセスが悪いところに住んでんのか。絶対母ちゃんに話しかけるのが正解だろ。あれ、エマちゃんだった。あれ、
そうか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 、デルカダール城に招かれてもう再会は済ましてるんだよね。幸せになるどころじゃない方々、これがその俺が幸せになれない原因だからな。多分後ろめたさがあるんだろうな。何？世界中のあちこちに知り合い。なんだって？あるよな、そういうイベントたまに。ドラクエ4にもあったし、街作ろう的なやつ。かわいい。何そのリアクション。かわいい。商人、デルカダルの大商人。デク。デク？デクって大商人なんだっけ？そういえばそんな話もあった気がしたな。忘れちゃったよ、完全に。グロッタの街の覆面レスラー。いた、そんなやつ。あー、はい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 。ハンフリーとか呼んだらいいんじゃない？ホムラ。ホムラの里ってどこ？あれか、ホムラの里ね。すごい腕の情報屋？いたっけ？あー、緩い感じの聖獣？なんかいたね。全然緩くなかったあれ。なんか、マムーみたいなやつでしょ？めっちゃキモかったあれ。あれでいいの？ルーラで行けるとこだったら分かった。ちょっと。もう一回。デルカダール、デク、デルカダール、グロッタ、ホムラ、雪の森。ちょっと行ってみるか。あ、母ちゃんには話しかけとこうぜ。目の前で行くなんてちょっと切なすぎるだろ。あ、ただの寝かせてくれる人だった。はいよ。心強いな。なんかもういつも通りすぎて不安がないよね。話してる方が安心するよね。それが母ちゃん力よ。母ちゃんが子供に不安かけるような態度取っちゃいけないよな。デルカダール。あいつどうせ仮装人だろ。あいつ、こきたねえから。デルカダール城仮装に多分、こきたねえからいると思うんで、行ってみよう。そうそうそう。お前デクか？ちょっと待って、あいつ、どこだっけ？多分ピンクのさ、あれついてると思うんだよね。日差しみたいなやつ。だからないってことはこの辺にはいないのかもしれない。あいつ成り上がりやがったな。デク。神ならどこにいるか知ってんじゃねえのか？母ちゃんの責務。まあ母ちゃんっていうのも一個のやっぱ仕事だからな。家族という小さなコミュニティとはいえ、そのコミュニティの中で大きな役割を担っているのは間違いない。子供を持ったからって自由を奪われるなんて、まっぴらごめんよみたいなのが徐々にも出てくるけど。子供のことを考えるとそういう態度を取るわけにはいかないと。何？金星水。聞いたことねえよ。イメルダの占い。何言ってんだよ、こいつ。仮想だからここでしょ？すごい近くでできんじゃないの。奇跡の雫もらえるのか？いらないな。全然意味わかんなかった。もうこのクエストやる気ないから話聞いてませんでした、正直。すいません。滝がどうとか言ってたけど滝なんかねえだろ。あれデクこの辺にいるって言ってなかったっけ前。
え？あれ？門番がどうとか言って、なんかこれずいぶん古い話してないかね。それとも今また門番を、何この人、なんでこんなとこでこんな服着て寝てんの。鍵も閉めないなんて、よっぽど治安がいいのか、か不用心か魔女かのどれかだな。お、こんなとこにサイアントヒル城があるじゃないか。いいのくれよ。いやー、ほぼ5000なんてもうモンスター2、3回倒せや終わっちゃうからな。こんなもの鍵かけてしまっとくんじゃないよ。いなかったじゃん、なんだよ。え、門番やり過ごす方法も何も。コメント、滝なんかねえんだよババ、嫌な勇者だな。あれ？デク？あ！デクの店！あの野郎！上層で成り上がりやがって。まあ、デクはデルカジャダール城に呼ばれてたからな。アンダーグラウンドの人間ではない感じはしてたけど。忘れてたよ。ていうか、あったっけそんなイベント。あったような、なかったようなだな。ふざけんなよ。そういうことかよ。こうやってちっちゃいサブミッションを何個も何個もやっていかなきゃいけないわけか。しかも、石の村の方行ったのかよ。ああ、懐かしい。神の岩じゃん。え、てか、嫁か、お前。あのデブ。あのデブ、こんな可愛い奥さんもらいやがってムカつくぜ。俺はデブが幸せになるのが許せねえんだよ。デブなんだからさ。これデブはこう幸せになんなくていいからデブやってんじゃないのかよ。俺の持論として、あのブスは生まれ持ったもんだからかわいそうだけど、かわいそうだし、それを言ってはいけないような気がするけど、デブはね、あの別に痩せられんだから痩せりゃいいじゃんって思ってるタイプだから俺。痩せないのは怠惰ですから、怠惰のスロースですから、自己管理の問題はあくまで。あのデブの方がいいみたいな人は多分ね、あの右なんだろう、片腕ない人がかっこいいって言ってるのは多分同じようなジャンルの人だと思う俺。これめちゃくちゃ怒られるんじゃないだろうな俺こんなこと言ってて。デブは幸せになるところじゃない方々っていうコメントが来てる。そういうことで。ここ懐かしいな本当に。最初の最初に来たとこだもんね。変なガストみたいなやつと戦って、スライムとガストばっかり。何お前目光ってんだよ。カッコカッコじゃんみたいなやつはね、目が光ってんだよね。カッコ今日はね、目が赤く光ってんだけど、カッコじゃねえな。こっちか。デクは、デクさらわれてもサブクエストにしかならない。あいた。やっぱ極楽町みたいなやつか。デク。デブ。デブを助けるんだ、うん、お前何目光ってんだよ。ヘルコンドルが呼んどるじゃないか。ヘルコンドルが飛んどる出たな。倒しとくわ。一瞬で殺してやるよ。まあ、別にデブさらっても何の罪もないんだけどね。あ、強い。線出た線。
やるじゃないの。いいね、剣の前。強かったの分かってるからね。一人で926出せるのって強いよな。いいね。身の守り素早さ、回心率が上がった。回心やって、何してんの？いいね。アルテマソード。あー、剣の前でよくない？もう回復、お前自分のターンに回復しだしたら終わりだよ。あ、でも2回行動なのか。あ、死んだ。アマソールって倒した。ヘルコンドルじゃ。28,000。でも経験値もいらないんだよな。1もいらないんだよ、経験値。さっきまで声ついてたじゃん。これもらってよ、じゃない。お前、喋り方ムカつくな。アレギーサンドライト。そうそうそう、頑張ってくれよ。いいね。喜んで行ったのか。よかったな、仕事もらえて。はい。もう用事ないっすね。デルカダール、ホムラ、グロッタ。グロッタの覆面。先行ってみようか。てか、確か順番的にはそうだったよね。覆面レスラーって誰よ。カジノ。お、1階に孤児院の方だな。やっぱりか。ハンフリーなんじゃねえの、マジで。ハンフリーって死んだっけ。生きてるよね。杉田智和のやつ。あれ何やってんだよ。あ、やっぱハンフリー出てきた。デルギンス。へえ、すげえじゃん、そんなやついるんだ。デルギンスを探すだけ。ムキムキのマッチョじゃないってことだけは分かったな。多分めちゃくちゃ普通のモブと同じだから分かんないんだろうな。一応セーブしといてやるか。偉いぞ。仕事頑張ってて偉いぞ、お前は。記念に俺が名前書いといてやるよ、その本に。コメント、トランクスみたいな顔つきのガキどんな顔しててもガキだからな、所詮は。テレテレレ、地味にいい曲。曲名あれ、これなんだっけ。こういうとこなんかあるんだっけ。うわ、来たね来たね。あ、来たね来たね。雲の糸ってでもあれだよね、酔ってさ、普通の紐ぐらいの、普通の紐がよくわかんないけどぐらいのサイズまでこう太くしたら飛行機引っ張れるらしいよ。すごくない、飛行機引っ張れるの。いやー、道複雑だな。めっちゃ地味にいい曲地味にいい曲だよね。どうせ一番遠いとこなんだろうと思ってるけど。え、なにこれ、敵？あ、いたな、このやつ。ガチャコッコ、かわいい。ゾーン解き放ちしやがった。あ、俺もか。
強っ。さ雷神無双来た来た来た。クモの巣でもさ、ほんとオレンジの、え君たち関係ないの？俺の家のさ、ドアの前すげえクモの巣張るんだよね。もう夏になるとね、クモだらけになっちゃって。ドア開けただけでもうクモ入ってくる感じになっちゃって、すごい嫌なんだよね。会社出勤するときに腕にクモの巣つくのすごいストレスだよ。来たね来たね来たね。ガチャコッコ名前がかわいい。かわいいよね。いや、ずいぶん深いな、おい。何をしに来たんだよ、コメント、火炎放射器で燃やす。俺、それやって警察呼ばれたからさ、本当に。だから今言わないでおいたんだよ。家の前の、何これ、あれ、ハンフリーか。え？覆面の格闘家がどうとか言ってなかった？それがモンスターだったってこと？え？なんだお前。だからマジで家の前のクモの巣が本当にすごすぎてムカついたから、殺虫スプレーとライターでね、全部焼いたのよ。その焼いてたらね、向かいの前の人だと思うんだけど、通報されてね、俺警察呼ばれたから。こんなとこに何しに来たんだよ、本当に君たちは。教えてくれ。あ、まさか、ハンフリーが使ってた薬みたいなやつを俺にもくれってことか。どうしてここに？ベロリンガーじゃないか。いや、そんな話は後回しだ。あれを見てくれ。みんな、おかしくなっちゃってる。俺が強者のエキスを飲んだ時と同じように。邪悪な力に満ち溢れてるんだ。こんな系統ができるのはアラクラトロの他にいない。懐かしいアラクラトロ。俺が泥酔状態で倒したやつ。とにかく今はみんなの目を覚まさせるのが先だ。力を貸してくれ。体の奥から力が湧いてくる。あの舞踏会の時のメンツそのものなんだね。ベロリンマン、じゃあ。舐めたらどんな味ベロ。楽しみだベロ。また僕ちゃんと戦えるなんて嬉しいわ。モブすぎるだろ。前とは違うビビアンちゃんをたっぷり見せてあげる。チャンピオン、あたいあんたと戦いたいんだよ。あの時みたいに熱く激しくさ。シルビアさん、あんたはもう過去の男さ。シルビアさん、あれ、シルビアってなんか関係あんだっけ。クラトロ様なしでは生きられない体になってしまったんだよ。行くぞお前ら。あ、アラクラトロなんだやっぱり。アラクラトロじゃあ持てたのか。呪われしトーチが現れた。えい、やっちゃって。強っ。あ、このパーティーは槍使いが2人いるな。残酷すぎるだろ一般人にさ。あ、ハンフリーがいる。あ、もうこいつナメプし始めたじゃん。サイゼリアが最初に死んだぞ。何もしてないのに。何もしてないのに殺された。かわいそうに。
お前よく今まで大丈夫だったな。ハンフリーあんな実力だったらし、俺たちが来る前に死んでてもおかしくない。うわーグループじゃねえんだあいつら。いいなブーメラン。残虐すぎる。砕き散らすのはあんまりかわいそうだから。いやマジでハンフリー弱すぎるだろ。あれかベロリーマン勝て。アルテマソード残虐すぎる。体2つになるだろ。上出来だ。うんじゃねえよ。目は覚めたかい？思ったよりも役に立たない連中だったな。所詮は前座に過ぎなかったようだ。アラクラトロ、貴様、なぜ生きている？左目って前から潰れてたっけ？邪神の力により我は復活したのだ。以前よりもずっと強力になってな。今の我ならば強さという効果音かっこいいな。すごい説明してくれるねこいつ。自分ができないことをそんなに細かく説明することないだろ。でもあんな攻撃力1とかのやつを支配してもしょうがないと思うけどな。いったったらい爆裂曲いいね。630。あそうか、思い出した。マルティナはダークデビルモードか。デビルモードに した方が強いんだけど、オートだと使ってくんないんだね。意外とやるね。意外とやるんじゃない。やばい、ここに来てセーニアが。いやグレイグは大丈夫だけど。うわしょぼー。マジでなんか俺たちがこんなに成長したのにさ、ハンフリーはあの時のままだっていう。なんか久々に会ったら何にも成長しなくて、なんかすごいなんか時間の流れが違う切なさみたいなのを感じるな。かつてはライバルだったやつがすげえ弱くなっていくのってめっちゃなんかこう切ないよな。これハンフリー死んだら面白いね。ここでそのイベント的には絶対死なないけどさ、この対戦中にハンフリーバタって倒れたらめっちゃ面白い。何のために来たんだってなるよね。いやこの行動不能強いな。
554。結構斬撃耐性とかあんのかな。やばいやばいやばい、せいには死ぬ。うわ、危ねえ。29。せいには死ぬとややこしいからな。いいね、回復暴走率ベホマラで十分ってか。あれあれ、せいには死ぬんじゃないの。火炎斬り、おお、火炎斬りで十分っていう判断だったのね。やばい、結構強くない？その辺の雑魚イベントだと思ってたのにさ。これハンフリーはここに残んなきゃいけないから、医師の村来てくれるとしたら、さっきのほんあれじゃない、黒い荒くれじゃないの。クリスタルクロー、ああクローか。え、他の投手たちはどこにいるのかを教えてくれないのか。コメントツイッチたまに固まるな。そうなんだよ。ガレムソン、ガレムソンかベロリンマンに来てほしいな。どっちかというとベロリンマンの方がいいけどね。あー、やっぱりこいつか。頼むぜー。あ、ベロリーマンも来てくれた。やった。どっちかというとベロリーマンとか言ったら、ベロリーマンも来てくれたぜ。ちょっと待って、あの宝箱めっちゃ気になるんだけど。どうやって行けばいいのあれ。まあ、こっから行けなさそうだな。あれどうやって行くんだ。あっちか。ちょっとあの、子供の約束もあるから、いろんな人に話しかけてみたいんだけどな。コメント、プレイヤーのレベルに合わせて強さ決まるとか、その説もあるよね。あ、ここ行けるじゃん。ここか。グリーンアイ、使ったことあんのかないのかもわかんねえアイテムだ。はっちゃっやっやっちゃっ、お前か。お前か。いやー、そんなーなー、な、子供が何を言ってるかわかんねえよ。この人も食えそう。ヌルットアロエ。あ、もう受諾してるぞ、このクエスト。すまんな。たまたまクリアできるようなものしかクリアできんのだ、俺には。もういいか、ルーダーでいっちゃうか、ホムラ。ホムラだっけ。なんか変装だ、違う、絶対誰にも見つからないなんとかみたいな。くそ、まあいいか、いっちまうか。サインとかどうでもいいしな。コメント、たまたまクリアできるものしかクリアしないの分かる。基本だってなんかいらないって言われたら、じゃあいいですってなるもんね。俺頭の中でズルダ教になってたんだけどさ、ズルダ教じゃなくてホムラって言ってたよね、確か。ちょっと一回ホムラ行ってみるか。
え、物知りのなんとかってなんだ、誰だ、そんなやついた。お、いっぱいピンクの人いるぞ。なんすか。やや草間って誰だっけ。やや草間って誰だっけ。あ、あ、そうかそうか、これも時が戻ってからね、来てないからね。火の竜のやつ話ね。そうか、こっちの世界ではもうちょっといいオチになるかもしれないのか。オリハルコン持ってるよ。え、持ってる持ってる。あ、そうそうそう、持ってる持ってる。ちょっと待ってよ、今の話だとただオリハルコンが欲しいっていうだけで、オリハルコン渡して作った剣をくれるとか売ってくれるとかっていう話はしてないよな。オリハルコンってだってさ、勇者の剣作るためにわざわざ取ってきたやつだよね。まあいいか、もう使い道ないしな、売っちゃった。ああ、やっぱ売るのね。王者の剣、グレーグ用かな。グレーグ用の両手剣とかだったら熱いな。酒場、酒場についてるな。なんかこの村すごいモンハンっぽいんだよな、俺のイメージ。モンハンはクロスとダブルクロスしかやったことないけど、めっちゃモンハンっぽいんだよな、これ。あ、なるほどね。ルパッタン。娘さんを連れて旅に出た。ダーハルーネだとめんどくさいな。え、でもじゃあ、今から仲間にしたいのはそのルパスだよね。だからダーハルーネの方に行かなくちゃいけなくて、それはどこだっていう話なんだ。ホムスビー火山。サマディ?え?わ、めちゃくちゃ遠いじゃん。え、ダハルーネ行ってみようか。え、そういう話だよね。ちょっともう一回聞いてみていい?向かうって言ってるだけだから途中で死んでるかもしれないけど。まあ大丈夫だら。あー、そしてオリハルコン撃ったまま王者の剣取んの忘れそうだな、俺。とんでもない巨額の金額で売られそうだしな。ダーハルーネ行ってみましょう。あれ?なんで戦闘 BGM なの?なんか起きてるらしいな。そしてやっぱこの曲好きだな、俺。3の戦闘曲よりこっちの方がいいわ。どうした?お、魔物がいるじゃねえか。制圧されたんか。オッケー。てってんてってん、ズバシ。ゴルバじゃ。このパーティー、やり使いが2人いるんですけど。ティーニャがさ、本当に、なんだっけ、盾ごとにしたいんだけど、盾ごと俺一回も見たことないんだよな。盾ごとってどこで手に入んの?お疲れ様でした。あ、400周以上。結構戦闘サボってるからな、同じやつしか倒さないから俺、モンスターリストみたいなやつ多分あんま埋まってないんだよね。若者顔で歩いてるな、お前。キラーアーマーじゃ。
おつえ。やっぱ剣の舞いいね。お、こんなところにも物思いにふけってるじゃないか。殺しちゃったらかわいそうだな。別に悪いことしてないのに。コメント、俺なら初めて見る敵倒しておきたい。なんかね、もう色違いとか覚えてらんないんだよね。この見た目のやつ見たことあると思ったけど、実は初めてだったみたいな、多分 なるんだよね。サイクロプスとかギガンテスとか、俺多分どっちかしか倒してない気がする。なんだ、お、なんかやってる。お、ムキムキマッチョマンがいるじゃないか。マッチョマンがここのボスか。実は全部倒さなくてもマッチョマン倒したら、あ、かっこいい、角生えてる。かわいいなこいつ。いいデザインしてるわ、ほんと。あ、見てる、こっち見てる。気になるんだろうな、やっぱ。なんか来たんだが。おー、すごい、足を動かしてまで俺のことを見続けている。なんか来たんだが、つ。おい。ヘルガイオン、かっこいい。お、うわー、怪力っぽい。結構強いな、そんでまた。こんな物言わぬ無言の敵なのにさ。さっきのイベントの方がまだイベント感あったよ。これただ無言でパンチしてくるやつめっちゃ強いんだけど。あ、弱かった。アラクラトロの方が、てかボスじゃなかったってことか。ヘルガイオン、ただの強いやつだったわ。なんてことだ。それともやっぱ全滅させないといけないのか。あれ、マンムーいるじゃん。もう何回見てもこのデザイン気持ち悪いな。カイザーマムー。お、硬いね、やるね。やっぱ同じ武器使ってるの二人のちょっと冷めるなぁ。ペーニャー、ペーニャーやめようかな。それで魔法の鍵がついあったからついでに開けちゃおう。明日天使になあれ。あ、いいねいいね。天使のサンダル。それより盾事って入手できないんですかね。ちょっと見てみようか。多分ないんだよね、盾事が。ピックと槍しかないよな。ちょっとダメだな。かといってマルティナを爪にするかっていう手もあるんだけど、槍の方がいいだろう。マルティナは槍の方がいいだろう。ローを杖にし、いや、まあいい。だからマジでなんでさ、今まで手に入ったことないのか分かんないんだよ。ってことは1個とか2個しかないんじゃないの、このゲームにっていう。でもスティッキね、弱すぎてちょっと意味なかったんだよね、本当に。ほぼ素手と一緒だからな。特大の一発で敵を押し置きする。
なんかこれあんのかな。いや、いいわ。うん、ちょっと残念だけど、やっぱこういう構成にならざるを得ない。この辺にいるな。おいだ。コメント作るんじゃ。いや、作るのにも確かなかったんだよ。なんかイベントとか手に入んのかと思ったけど、ここまで手に入んなかったらもうないよね。あれ、音楽止まった。ああ、一時的な話か。もうゴルバとキラーアーマーしかいねえじゃねえか。あ、ガルバだったこれ。マルティナのハートで何をどういうダメージが出てんのかよくわかんない。キモいってこと？モンスター的にはキモすぎてうえーってなったの。あれ、もう一個鍵なかったっけ？あっちか。え、まだいる？家の中ではさすがいないよな。いんのかな。まだ行ってないとこあったっけ。あ、いた、こんなとこにいた。ゴルバとガルバの見分け方よくわかんないな。一緒に見えるんだけど、いつもはピンクと青とか色が違うからわかるけど、グレーだとマジでわかんないな。我らの勝利だ。あ、普通に行ってないとこいっぱいあるな。最後の鍵を使えたぞ。うわー、行ったことねえエリアじゃん完全に。そりゃそうなんだけど、いやマジでゴールドしょぼいって。最後の鍵でもう最後の鍵まで来ると取り逃す前提だから、必要ないものばっかりなのかな。だったらいらないよね。進化の秘跡、別に珍しくないもんな、進化の秘跡なんて。うわ、いらなかった。美しそう。ここ通ったもんね。あれ？あとどこにいる？あ、いた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 。ちょうど目に入ったわ。こんなとこで何しとんじゃい。ゴルバの方が頭長いな。てか地味にゴルバガルバ声ついてるね。モンスターそんな声ついてたっけ。やだ。ルパスから聞いたの。え、さっきのやつもしかしてルパスだった。ライトニングソード、何それ。ライトニングソードって何よ。雷の力を宿した青く輝く超高度の剣、渡す。三四郎落ちる。シルビアは上がる。当番なし。
でもややこしいのがさ、この装備さ、右手と左手があるからさ、左手に装備する分には上がったり、上がるじゃん。いいね。今は星屑の剣。やっぱ主人公はライトニングソードの方がかっこいいだろ。まあ、神も片手剣なんだよね。片手剣も今2人いるんだよ。片手剣二刀流が。神のなんかもう完全にあの三四郎のお下がりだけで成り立ってるからいろいろあげた方がいいかもしれない。星屑の剣。でも攻撃力はこっちの方が弱いんだ。地獄のサーベル。左手はデルカダールの剣よりこっちの方が強そうだな。じゃあ星屑の剣をあげよう。あ、上が左手なんだ。神って左利きなんだ、もしかして。コメント、ブーメラン二刀流。ブーメランって二刀流できんのかな。あ、無理だ。あれ、いけんじゃん。え、ブーメラン二刀流ってできんだ、知らなかった。めっちゃ面白いじゃん。いいね、ブーメラン二刀流。ブーメラン二刀流でいこう。炎のブーメランが一番強い。クロスブーメランを。マジックチャクラム。え、2回投げんのかな。そういえばさっきの闘技場のやつさ、あのイケメンみたいなやつ、あいつブーメラン2個持ってた気がするな、言われてみると。面白くね、これ。いいな、これ。いいな、カミュー。面白いな、やっぱ唯一ブーメラン装備できるやつなだけあるわ。確かに主人公のお下がりしか装備させてもらえないよりは全然ブーメランの方が個性立つていいだろ。ヒルパネルみたいな、したら。あ、でも神は、まあ、ブーメラン埋まってるからいいか。全然問題ないな、ブーメランにしといても。片手剣だけむしろ埋まってなかった、ドラゴン斬りが。これさ、レベルマックスにしてもポイント足りないってどういうことって思わない、これ。これってなんかスキルの種とか使わないと埋まんないのかな。でもさ、このシルビアとグレーゴは100ポイント以上余ってるわけよ。これってスキルポイの枠が増えると思ってたんだけど、増えないのかな、これ。なんかのイベントこなさないと増えないのかな。俺がやり逃してるのかもしれない。だってスキルポイント余るって意味わかんなくない？そんなことないだろ。ルパスどこにいんだよ。ルパスどこにいんだよ、マジで。クエストばっかだよ。ダイアナ、ポセイドン。ソルティコ。ソルティコ、ソルティコはあいつの父親のとこか。ちょっと待って、マジでさ、いないってダメじゃない？ルパスどこにいんの？お前じゃないよな。なんだ、賢者の石。賢者の石持ってんじゃないか。デルカダールの東の海。賢者の石って持ってなかったっけ。なんかなんでか知んないけど。あ、持ってないんだ。マジでルパスどこ行った。
いねえわ。これいないってやめてほしいよね。あ、いたいた。これだろ。あこんな顔だったっけ。そういえばそうか。甲斐紫電みたいだな。はい、これで3人目。あーって最後なんだっけ。あーあれか、雪山か。オッケーオッケー。ちょ、一回どっかでさすがに回復したいな。一回どっかあのなんだっけ、女神像のところに飛ぼう。ここに女神像があるのは分かってるから、一回ここに飛んで、コメント早く幸せになりたい。そうね、でももうそろそろじゃない。これってさ、一人送るごとに医師の村行ったら状況変わってたりすんのかな。てかよく考えたら、あれ、いや、なんでもないか。いや、あれなんだよ。作曲家、誰だっけ？作曲家、名前出てこなかった。杉山浩一。杉山浩一、さあ、多分、イレブン作った後亡くなったよね。だから、トゥエルブはもう杉山浩一、関われなくて、イレブンが実質遺作なんじゃないの。そう考えたらイレブンすごい重要な作品だよね。過去作リスペクトがいっぱいあるのもなんかなんとなく最後の作品を思わせて、あれ石の村来ちゃった、間違えた。まあいいか、ちょうどいい。こいつらが来たことによってなんか状況が変わってんのかどうか。わあ、わあ、いてもいなくても変わんねえ。門番とかいらないもんだって。あと誰呼んだっけ。お前か。はい、紫電。でもこの女の子的にはさ、豊かな生活させてほしいのに父親のエゴでこんなとこ連れてこられてさ、何もないとこで生活の苦しみを味わったわけでしょ。かわいそうだな。ダメだ、こいつら別に呼んだからといって何も進んでないわ。最後の一人を入れてきたら一気に進むのかな。多分ね、なんだっけ、名前が分かんないんだよな。そうそうそう、多分この辺だよね。シスケビア雪原とか。これでいいでしょ。コメント、12は関わってそうだけど、どこまで曲作ってるかって感じで気がする。まあそうね。作り切るまでは関われてない気がするな。まあ一応セーブしとくか。で、目的地よ。ミルレアンの森か。確かそうだな。おい！あいつゴーレムなんていなかったよね。ちょっと戦ってみよう。そして乗れるからこいつ。あなた誰ですか？あれ？あ、バカだな。俺セーブしただけでキャンプ行ってねえわ。雑魚敵と戦っといてよかった。今砕けたのに乗れるんだ。
これかっこいいよね。これ好きだわ。あ、馬かわいそう。パンチできるのは最高だわ。コメント調べたら12が最後の仕事って書いてあった。マジか。そうなんだ。じゃあ絶対やんなきゃね。待て待て待て、アイスゴーレムがいる。しかもこんな檻にさ、檻に囲って完全に手なずけられてるじゃねえか。何こいつ、こんなやついた？あー、あったか。ブリザードアックス弱っ。いらないいらないな。あとなんだっけ。あ、そうそうそう、これやってみるたんびにレベルアップすんな。これ多分さ、ハープないよね。やっぱりハープって武器じゃないのかな。そう、ジャンルがね、そもそもないんだよ。ないわ。え、勇者の剣かい。勇者の剣かい。あれ、しまった。俺まさか勇者の剣まだ真の姿になってないのか。でも全然ないわ、装備が。え、これどういうこと？だってさ、勇者の剣が素材に入ってるけど、勇者の剣なんかだって所持ゼロってなっててさ、え？どういうこと？勇者の剣ってもう一個作れるの？もしかしてこっちの世界で作ってないな。こういうこと？あれ？じゃあさ、あれ？さっきオリハルコン撃ったのめっちゃ間違いだったんじゃないの？ちょっと待てよ。またやることできちゃったんじゃないのこれ。てか、オリハルコンめちゃくちゃいるじゃねえかよ。なんだよ、それ。オリハルコンすげえ素材に入ってるじゃん。あの野郎、マジで。撃んなきゃよかった。まあでも、よっぽどいいもん作ってくれるんだろうな。家事よりもやっぱ、店で買えるものが強い方が、こっちは楽だからね。どこで手に入るんだよって感じだからな、素材。アイスゴーレム、かっこいいけど遅いな。あれ、キラーマシーン、ジャガいるな。キラーマシーンもちょっと見て、戦っとくか。うわぁ、死んだ。そういう戦ってみるじゃないんだけど。殴ってみたら死んだわ。ドムトローペンみたいだな。ギガブレイク。うわー、すごい。一発で全員倒した。やっぱ弱すぎてちょっと戦闘にならないな。ミルレアンの森に向かってんだよね。ちょっとやっぱ遅いか。遅いな。ちょっと耐えかねるかもしれん。ちょっと耐えかねるかもな、これは。あははは。でもモンスターをこうやってぶっ飛ばしてくるのはめっちゃ面白いね。うわ、あいつの馬にも乗れる。え、乗れるやつもこれでぶっ飛ばせんの？アイアンマンパンチ、いいね。乗り物粉砕したわ。アイアンマン、こいつら寄ってきやがった。コメント、ヨッチチシイガデイン、わー、つえー、
うわ、倒しきれなかった。お怪我はあります。予知致死。確かに予知踏み殺したね、さっき。ここに誰かいるな。中か。さすがにゴーレムに粉砕される勇気はなかったか。あれ、あんなとこになんか化け物が寝てる。誰だお前、デルカダルのやつじゃねえか。違う、クレイモーランだった。何、タイプ G だ、出た。弟死んだの、かわいそうに。タイプ G 見てみたいな。メタスラの鎧、配下のキラーマシンと共に行動している。何度もキラーマシンと戦っていればいつかは姿ある。あー、だからあれだな、色違いのやつだな。普通にヒスケビア雪原の氷国の湖の近く。え、今そこにいたやつじゃダメなの。氷国の湖の近く。ずいぶんと。でもこれは多分ね、時間かかるな。今からやって、はい出ましたっていうもんじゃない気がするな。100体ぐらい倒さないと多分タイプ G 出ない。ちょっとあそこに寝てる野郎もぶちのめしとこうぜ、せっかくだから。うわー、詰まった。ほらお前寝るな。うわ、こいつすごい、地震でも起きないタイプだ。レジェンドウルフ、伝説の狼、ガロー伝説、ガロー伝来た、ガロー伝。バギムーチョな、弱いんだよな。ほんでこいつマジでさ、殴っても起きないじゃん。やっと起きた。死んだ。ゴーレムのパンチでも起きないし、どんだけ殴る蹴るされても起きなくて、そのまま死にました。やっとシスケビア雪原だ。あ、違う、ミルレアン。はい、シスケビア雪原ってじゃあここか。あ、じゃあ今のキラーマシーンがタムロしたところが、もうさっきのおっちゃんが言ってたとこか。これ多分アイスゴールもいなくなっちゃうよね、ここまで来たら。いなくなった。ほんで、ここに来たけど、目的地合ってんのかな。俺定住とかやってたからさ、ここだと思うんだけどな。あれ、馬も使えないのか。ここはだるいぞ、移動が。ちょっと眠くなってきちゃった。これドラキーマだろ。ガット。万年雪。なんか敵が弱い気がすんな。一応蛇になってるから新しいっちゃ新しいんだけど。こんなメンツだと本当にイベントが進むかどうか怪しくなってくるな。なんであんなとこに教会があるんだ。神のダブルブーメランみたい。そうだったね、忘れてた。なんつまった。パーティーメンバーに入れてあげよう。まあ変えるならで、グレイグのとグレイグ枠かな。でも主人公がね、回復役として使えるから、さっきのボス戦みたいなすげえ回復必要な時以外は別にセイニアもいらないんだよね。まあこうか、
そしたらこの並びかな。ちょっとダブルムーベランの相手になってくれ。ゴールドオーク。あー、いきなりデュアルカッターか。デュアルカッターじゃダブルブーメランした意味が別にないんだよ。俺たちの勝ちだ。オークキングじゃ。デュアルブレイカー、デュアルブレイカーしか使わねえな。あれデュアルブレイカーってもともと2ヒット技だっけ。今1人に3ヒットしてるから、これ二刀流にした影響出てんのかな。あ、ここに像があるだけか。あ、今日リズゼルファ倒してもらったけど、なんか眠かってきちまったな。これ幸せになった後リズゼルファまで行けるかな。お前だよね、俺のイベント進んだ。マムーだ。ムンババでした。ちょっと医師の村出身として言うけど、マスコットキャラにこいつはやだよ。イモイモン。ちょっとカミューだけ命令させてみようか。ダブルムーベランを普通の攻撃で見たい。おお、おお、面白い。ブーメラン2個投げてるわ。ただ2個投げてる。うわー、おもちゃみてえな。もう冗談みたいな強さだなこいつ。かわいそうだわ普通に。特技デュアルブレイカーじゃ面白くないんだよな。デュアルカッター。配信必中。あ、分身やってみよう。おー、すげえ。カービィみたい。あ、倒しちゃったよ。分身しただけで。弱すぎる。1万2000ももらえんのか、そんで。え？倒したはずのムンババジャが復活した。何？え、ちょっと待って待って、一つも思い当たる節がないんだけど、ムンババってなんか特殊な方法で倒したんだっけ？前の時は。え？確かになんかさ、横取りされたんじゃなかったっけ？グレイグに横取りされなかった前回の時。違う。あれ？魔女だっけ？魔女の協力いいんじゃないか、これ。なんかこの聖獣を、になんか用事があって来たら、で戦って弱めようとしたらなんか魔女に殺されちゃったみたいな、そんなんじゃなかったっけ。違う。この聖獣のことを知らずに、普通に殺しちゃったっていうので、お前どうすんねんみたいなのを、あのなんか図書室でやった記憶があるな。ちょっと図書室に行く必要があるな、それは。魔法王立図書館みたいなとこ行ってみよう。こっから歩いて戻るのと、さっきのワープのとこから、ワープの方が早いな。シスケビア雪原キャンプ。いやー、これ長いイベントになりますな。いや、待て。違う。そうだ。
図書室行っても図書室の最上階まで行くのはすげえ大変だったから、先に町行って魔女の話聞いた方がいいわ。多分魔女ならなんか知ってるだろ。教えてくれー、魔女のおっちゃん、魔女のおっちゃん教えてくれー。なんだ、俺に用事があるのか君は。神の妹もまだ救ってねえのかよ。なんだよこれ、めちゃめちゃやり残したことあんなこの世界。そうか、神の妹も救わなきゃな。それはやんなきゃダメだ、さすがに。それなしで、コメント、ムンババ倒し方。でもね、検索したい気持ちは、お？そうか、ムンババが復活してたのはそもそも、時系列的にも死んでたのか。はい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 。はい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 。あ、やっぱ、魔法王立図書館に行くしたのか。図書館に行くっていう発想は合ってたんだね。でもさ、俺、70時間前ぐらいにそれ読んでるはずなんだよな。このプレイ的にね。忘れたわ。なんかだってローにすげえ嫌み言われたもんな。まさかお主みたいな。あ、でもローも一緒にいたはずだもんな。あれ、ここ最後の鍵かかってるぞ。お、やった、たまたま来てよかった。ロイヤル工芸種、ロイヤルチャーム、ロイヤルバチ、これがなんだかわからん。時の水晶、すごそう。時の水晶すごいんじゃないの？なんだかは知らんが。あれ？牢屋の警備っつったって、魔女いねえじゃん。あれ？魔女っていないんだっけ？なんでいないの？ダメだ、いろいろわからん。魔女を救ったのは負けた後じゃないもんな。命の退場行く前だもんな。ちょっと女王様にコメント聞いとこうぜ。まさかこのイベントでこんなに苦戦すると思わなかった。あ、いた、いたわ。すごいいろんなこと言うじゃん。なんだよ。ヒスキビア雪原の南東。あー、はいはいはい。あの黒いやつね。はい、わかりました。魔竜。リーフレット。お、いいね。魔竜の魂。あー、そうなんだ。え？マリーの魂はサマディの北の奥地にある、サマディの北の奥地にあるギガデーモン？マリューっていうからさ、え、マリューってだって今から倒すネドラの話じゃないのかよ。ネドラとは別に
ハマディの来た。どんだけタスクを課すねん。だって神の妹も助けないといけないでしょ。忙しすぎるな。シスキビア雪原。ちょっとまずはでもムンババ最優先しよう。ちょっともうゴーレムは遅いから乗らない。一応ちょっとキラーマシンと戦ってみようか。タイプ G が出ないと思うけどな。作戦替え。バッチリ。強すぎ問題。ギガブレイク強すぎ問題。俺たちの勝ちだ。どこだっけ？どっかこの辺から登るんだよね。そうだそうだ。コメント、建物の中でルーラー使えるんだ。そうなんだよね、今作使えるんだよね。昔の 2D のとかはむしろ頭ぶつけたみたいなのあった気がするんだけど、なんかあのガシンガシンっていうのはキラーマシンのとか、なんだあいつ、誰だ。確かにここ最初にはあれいたもんね。ああ、間違えた。スライムブレス。かわいいなぁ。ドラゴンスライムとか好きなんだよね、結構俺。すげえ！二刀流ブーメランだけで全滅させた。終わったね。そうか。二刀流にしたことによって、神のブーメランって当たった順番によって、後半の奴らはさ、威力減ってくんだよ。二刀流にしたことによって、前と後ろ両方から挟み撃ちになって、みんなに平等にダメージ出るようになったのか。それは嬉しいね。あ、そうか、これだ。スイッチが使えるようになった。スイッチはどこですか？あった。こんなとこで、もんじゃら、もんじゃ、も、なんだっけ、ももんじゃ。明治ももんじゃ。あら。いいね。カミュー、いいじゃん。あれ？こんなとこに本あったよ。え、そうなんだ。もともと邪神の力によって生まれたムンババジャという魔物。おかしくないそれ。ムンババはもともとムンババジャだったってさ。どう考えても順番逆だろ。え、相手の力を吸収し体を再生するため、通常の攻撃や呪文では絶対に倒すことができない。あー、なるほどね。ギガデイン、ライデインなら倒せると。ミナデイン。それでとどめを刺さなきゃいけないという。聖なる力を吸収し、聖獣ムンババへと生まれ変わるので、ね、そういうことか。まさか一回で情報がやられるとは全く思ってなかった。マジで適当に本見えたの触ってみただけだったから、こんなラッキーパンチある。俺多分本来の俺の性格だったら途中の本なんか一切読まずに最上階まで行ってたよ。だいぶ手間が省けたね。ああ、こっちだ。馬呼びのベル。早いね、快適だね。
ムンババはデインで倒せばいいのね。降りるな降りるな。ここなんか近道ないのか。リリパッドじゃ。距離感がわかんねえなあいつ。こっちだっけ。こっちだ。宝箱見えた。賢者の聖水、それが何かわからんがありがたくもらっておこう。あ、ここはもういいんだ。この打ち合わせ何なんだろうな。なんであいつら打ち合わせしてんだろうな。オッケー。まあ一旦じゃしないだろ。一旦経ったら命令させるにしよう。一旦はね、多くの打ち合わせ、多く打ち合わせしたね。無法うわ神寝た。やばい、グレイグの本気で死なないだろうな。耐えた耐えた。命令させてくれ。防御防御。でギガデイン。オッケー。の勝ちだ。森の聖獣ムンババとなった。わえ、聖獣の方がキモいじゃねえかよ。目の色とんでもない、とんでもないなこいつ。マジでキモすぎるって。どういうデザインなんだよ。生まれ変われてねえよ。なんかすごい質問がいっぱいあるな。見守ってもらわなくていい未来もあったのか。喜び勇んで向かってたらしいぜ。じゃあやっと石の村に行く前に黒竜だけ倒しとくか。一応セーブして、頼まれたのってあの4人だけだよね。だからこれで石の村のイベントは終わったでいいんだよね多分。でここから南東のゼーランダ、違う、すぐそこか。泉ってもしかしてここに黒竜がいると。
ここのことじゃねえのか。そうか、時を遡る前はもうここから出てきててこのちょっと進んだとこにいやがったのか。コメント、ムンババが来ることで復興が進むってどういうことだよ。本当だよね。物を運ぶのとかは手伝ってくれるのかもしれないけど、ここでセーニャが合流したんだよね。あれ、ジャになってるじゃん。やかましいんだよ。お前のイベント基本どうでもいいからな、毎回。恐ろしい力を感じます。あ、やっぱ絵のせいには可愛いな。ベロニカもセーニャも絵の方が可愛いんだよな、なんか。あ、命大事にしちゃったか。命大事にはね、さすがに攻撃がなめぷすぎるんだよね。バッチリ頑張りで十分だよ。こいつ3回行動？うわー、結構食らうな、そんで。外しすぎ。あは、ローシュが粉砕した相手をセーニャが、あ、ローシュが封印した相手をセーニャが粉砕したやつ。本当だよね。もうその時点で完全にローシュよりもだいぶ強いっていう。やべ、こいつ強いな。ちょっと待って、回復役が三四郎しかいないのはまずい。これはね、カミューじゃないわ、セーニャだわ。もうこいつはセーニャと決まってるわ。オッケー。さすがに全体、こんなに全体攻撃ばっかしてくるやついるんだったら、全体回復持ちが2人はいないと話にならん。やばい。うわー、セーニャしびれた。三種類もしびれてる。これはまずいな。これ負けるかもしれん、もしかしたら。これこのまま負けていくパターンあるぞ。全員しびれてちょっとありえないわ。あ、終わった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 。ちょっと待って、強すぎないか。ラストボスこれより強いんだよな。終わってね。やばい、回復超乏しいよこれ。あのね、スタートのパーティーをマジで間違えてた。スタートでセーニャ入れてればこんなことになってなかった。あ、でもシルビアはね、みんなの状態異常を直せるから、この状態異常メインのやつだったらもしかしたらいいかもしれん。あれ、ハッスルダンス。てか、しびれてるベロニカかわいすぎるわ。え、これほんと強くない？やべえ、シルビア締めた。ジジイ死んだ。しびれてるベロニカマジかわいい。やべえ、これはローシュが倒せずに封印しかできなかった理由がわかるわ。やばい、しびれない装備いるわこれ。
わあ。全滅した。あと一人しかいない。マルティナ飛び出してきた。しびれている。飛び出してきてしびれている。負けたー。マジかよ。こいつマジで強いな。オートセーブにしてください。オートセーブがいつかわからん。あ、ちょうど向かおうとしたとこか。じゃちょうどいいわ。パーティーメンバー間違えたね。まずテーニャがこうなって、シルビア治療要員でいらないと思うんだよね。で、テーニャに絶対しびれないでほしいから、眠りの攻撃が防御してるんだけど。なんかない？幻惑や混乱、混乱。毒、ちょうどしびれだけないな。うわ、マジでね。いや、イメチェンリングじゃないのよ。装備すると髪の毛が短くなる不思議なリング。切ってはいねえんだ。しびれ耐性つけられるないね。あらゆる属性の攻撃っていうのは氷とか、炎とかそういう意味だと思うんだよな。ないわ。しびれって耐性ないんだ。ないっぽい。不破って何よ。特技封じ、違うんだよね。魅了でもないんだよね。てか、なんでこんな装備なん俺。何しろしょぼくね。メタスラ装備耐性ない。メタスラか。この属性を軽減するのを、っていうのが、そうだよね。ダメージを 10% 減らすだもんね。ないんだよね。しびれから守ってくれるみたいな。伝説の賢者スタイル。賢者のサークレット。何これ、小悪魔ワンピ。こんなんあったか。全く意味わからんけど、これにしとくか。全く意味はわからんけど。マルティナもなんかあんのかな。メダジョスタイル。バニーガールスタイル。ウサ耳バニースーツ。何にも持ってねえよ。なんだこれ。初代大使スタイル。ダッセー。いや、いらんわ。月影忍びスタイル。いや、いいわ。伝説の英雄王スタイルっていうのがあるのか。英雄王の兜持ってないね。まあいいや、そんなのどうでもいいんだよ。とりあえずしびれ耐性がなーないっていうことが分かったから、
ちょっと待って、これムンババ終わってるよね。なんか俺体力が減ってるからさ、なんでかわかんないんだけど。ムンババ終わってるってことでいいのかな。ムンババのイベント終わってるかどうかって確認する方法ないかな。クレイグはデフォルトの服がダサすぎる。なんかさ、色がダサいんだよね。ほんとなんか、一時的というか、なんて言うんだろうな。雑な感じするよな。多分これでいいと思うんだけどね。ガンガンだと回復してくんないからバッチリだな。マジックバリアじゃしびれ耐性は多分つかないと思うんだけど。結構似合うじゃないか、テーニア。危ねえ。闇の炎。闇の炎は別に問題ない。いや、グレイグいいわ。グレイグこそマジで回復しなくていいから、グレイグはもうガンガンにしとこう。テーニアは命大事だな。そうだな。さすがに人によって変えとくべきだな。いいね。1185。そういうこと、そういうこと。ヘイには山びこないのか。そうか。多分ベロニカと合流した、ベロニカと合体したテーニアじゃないと山びこ使えないんだな。竜王斬りいいね。831弱くない？二人のゾーンを終わらせるだけの価値ないぞそれ。なんか今回しびれないね。さっきのはしびれの必中率が高すぎて当たりすぎてただけか。やばい、三章死んだ。生きてる、危ねえ。12って、早く三四郎のターン来てマズンしてくんないとやばい。来た。ベイホーマー自分のことしか考えてない。すげえ。会心だからか。あんなダサいモーションなのに全然しびれないじゃん。さっき運悪すぎない？キラグレードやばいね。ベギラゴンより上なの、ギラグレードって。おし、来た。なんだよ、さっきの苦戦はっていうぐらい楽勝だったな。やっぱセーニャがいたからだな。安定感すごかったな。マリーのターン、あれ？あれ？マリーの魂ってさ、シャールに報告しよう。シャールだってサマディの北とか言ってなかった？あいつマジ何言ってんの、あいつ本当に。テーニャは勝利の女神、本当にね。
ちょっとさっきのオートセーブから復活したせいでムンババを倒したのかどうか、そこが俺すごいずっと不安なんだけど、医師の村行ってみてどうでしたか、集まりましたかみたいなこと言われたらマジで泣きそうなんだけど、ムンババ倒すこと自体は大して苦ではないんだけど、勘違い魔女じゃん。本当だよね、あいつめちゃくちゃ嘘情報言ってたよね。そしたらサマディの北のなんとかってマジで何だったんだよ。ネザル倒しました。何ですか、クラウンダガー。おお、君じゃない、君じゃない。素材に変えます。何、わかんないよ、そんなの。だって。そういうことか。2個目以降手に入れるんだったら、サマディの北のなんとか行けよってことか。まあ、わかった。とりあえず、ここに来れば変えられるってことはわかったから、もう、カジのやつで見ながら。何が手に入るって言ってたっけ？ヒーロー金と、闇の涙みたいなやつだったな。ヒーロー金、オーロラの布切れ、闇の涙。この3つが何に必要なのかをちゃんと確認してからじゃないと、おかずに交換できないな。で、あとなんだっけ？ああ、そうかそうか。神の妹助けなきゃいけないんだったね。盗賊のアジト行こう。ここは多分ね、短いと思うんだよね、イベント。バイキングのアジト。あれ人間じゃん。やい作法。そうか、そうか、そうか。そうか、そうか、そうか、そうか。あれだね。キアゴルド様になってないからね。この世界だと。てか、こんな普通に生活してんじゃねえよ、バイキングが。市民権を得たみたいな感じで、普通に生活してんじゃん、こいつら。え？神のことじゃねえの？あれ？神いないか？神を連れてたら話が変わったりするんだろうか？あ、全然変わんない。コメントはバイキングが生活してんじゃねえよ。生活してんじゃねえよな。あれ？めっちゃ魔物いるじゃん。もうここはアジトじゃないってこと？神の妹。え？だって神は知ってんだもんね。扉の奥には俺にとってどんな財宝よりも大切な奴がいる。そいつをお前に助けてもらいたいんだ。そうしてあてもなく旅を続ける中で、俺は預言者を名乗る男と出会い、そいつからとある予言を受けたんだ。伝説の宝珠を集め、地の底で出会う勇者に力を貸せ。さすればお前の食材も果たされるだろうってな。こっちだ。この奥にあいつがいる。勇者の服ダサすぎない？いつもの三四郎のデザインの方が好きだな。全然
かさ、こんなアジトの近くにあってさ、アジト誰もここ入ったことないの怖くない？お前との旅の中で俺なりに考えていたんだ。もしかすると、おお、なるほどね。自分の家に開けたことないドアがあるみたいな感じの、バイキング的にはそういう感じな気がするんだけど。こいつは前は俺の妹なんだ。壊れろ。勇者の剣万能だな、おい。なんで知ってんだよ。パラレルワールドのことを知ってるじゃねえか、こいつ。許してやる。予言は本当だったってことか。ありがとよ。おかげで俺の食材は果たされた。このゲームのパラレルワールドの概念がよくわかんねえんだよな。なんかリンクしちゃってる時あるよね。よろしく頼むぜ、相棒。の、海賊王の首飾りもらった。もらえんだ、そんなの。あ、な、ごめんごめん。首飾り貸すだけ。負けんな。兄貴と一緒だ。分け前、おめえ。まあまあまあ、とりあえず、シンプルに住んでよかったわ。パラレル、大体パラレルワールドはリンクするもの。そうなん。まあ、なんか日暮らしの泣く頃にとかもそういうのあったけどね。これで石の村とりあえず行こう。まずは。様子見に行こう。ムンババ言ってるよな。こいつらいるいる。あいつらもいる。あ、こいつらの場所変わってるから多分大丈夫だろ。あー、やっぱりね。あ、てか元通りもうなってんのか。何ですか今のお守り。新号機みたいな感じだな。これで復活しました。ちょっと母ちゃんの話だけは聞いておこう。他の住民の もう全く興味ないけど、母ちゃんの話だけは聞いておこう。あと、ムンババがどこで何してるかも気になる。まあね、勇者の出身の村でマスコットキャラやる分には、ムンババ、聖獣の名も伏されてないよね。うわ、ペルラ
話しかけても寝かせてくれるだけの人だ、これ。もうちょっと感慨深いこと言ってほしいんだけどな。で、聖獣はどこにいらっしゃる？あっ、うわ、聖獣いねえじゃん。マジでいなくない？どこにいんだ？あれ？俺ムンババ連れてきたよね。ダメだ、見つかんない。なんか意味ありげなとこにいるかなと思ったけど、まあいいか別に聖獣が何してても何とも思わないし、めっちゃ面白いことしたら笑えるけどね。マジいないな。目につくとこにいろよ。デクの店ができたと。いないね、あいついないわ。なんかここの家の人ってなんかなかったっけ？ここエマの家だっけ？あれ？ヨッチいるじゃん。合言葉見つかったんだったらさ、どっか分かりやすいところに集合しててくれねえかな。呪われし姫君だ。トロデエンジョーだ。迫害された。聖獣迫害されたわ。聖獣だと思ってきたけど、やっぱ害獣だったんだろうな。あいつ夜中にうろついてたらうるさいだろうな。なんか全然実感ないけど、ものすごい時間経ってるんだろうな、これ多分。だって村の復興ってさ、そんな数時間でできるわけないじゃん。だからこれはもう本当に数ヶ月経っちゃったんだろうな。だからルーラーとか言って移動してるけど、実はルーラーってこうカメラの前でジャンプしてるだけでさ、ルーラーって言ってジャンプした後、すごい歩いて移動してんじゃないの、これ。そういう時間軸だよね。メタルキングベスト。ああ、結構上がるな。メタルキングの鎧。ああ、結構上がるな。これでいいじゃんっていう感じだな、確かに。海賊王のコート、風に強くなる。バギーとかに強くなるってこと？海賊王セット装備、海賊王セット、海賊王セット、大海賊だよね、これ。海賊王じゃないもんね。大海賊のコートがあれば、多分噛み合ってないな。まあいいか。
装備はあんまり大してどうでもいいんだよな。それにしてもムンババがいないのはマジで意味わからないんだけど、結構意地でも探していきたくなったな。それともあれか、村の外にいるのか。神の言わんとこにいるのか、もしかして。それともこういうちょっと神聖っぽいとこにいるのかな。でもあいつ相当スペース必要だろ。狭いとこに収まるタイプではないよな。コメント、連れてきたやついなくなってない？おい、やっぱいた！いたー、ここでやってた。狭いところに収まってたわ。まずデクはデクの店やってたでしょ？で、ムンババはここにいるでしょ？で、ボディーガードのマスクの2人が門番のところにいるでしょ？うわ、無法無法っていうだけだ、こいつ。こいつはここで無法無法って言ってる。で、情報屋のやつも今、しばらくここにいるつもりだとか言ってた。あと誰か連れてきたっけ？多分それだけじゃない。だから、ちゃんといたよ、全員。この二人が連れてきたやつだからね。で、今俺がやり残してると思っていることは、勇者の剣2本目が作れるんじゃないかってことよ。だから多分そのためにホムラの里の竜のやつイベントをこなさなくちゃいけないのと、多分だけどあそこ行けると思う。なんかなんだっけ、最初に売っちゃった素材、あれ手に入れたとこ。本村の町が見つからん。あれ？マジで本村の町見つからんなんだけど。俺の目が終わってる？あった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 。コメント、ムンババに常に見張られているの最悪すぎる。怖いよね。今日はね、3時までやりたいんだよね。3時には寝るから。一回セーブして。で、ここだっけ？こいつが言ってたやつ。この日の神神楽のイベントをこなさなきゃいけないんだよ、多分。ヤヤク様の家臣のやつに鍵もらえないかな。多分鍵持ってないと思うんだよね。裏方のおばちゃん。裏方のおばちゃんいるかい？あ、いた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 。うわ、冷てえ。これ読まれちゃダメだと思うんだけどね。普通にここで読まれてていいのか、家臣の人。めっちゃ冷たいだけで、人のプライバシーを守る気はないらしい。じゃあ、母さん行ってみるか。多分、ガキンチョに出会わないと話が進まないんだけど、ガキンチョは、この世界だと特にイベントが起きてないもんね。母さん行ってみるか。
変なやつがいっぱいいるぞ。変なやついっぱいいるな。お、スライムベースジャガーいるな。どんどこどんだな。ドラムゴートかな、名前確か。シノノギ製薬、あー、ガキンチョがいるスペースがないじゃないか、これじゃ。開くかな。開いた。なんだ、簡単じゃないか。伝説の火事場っていける？オリハルコンをもう一回取りに行かなくちゃいけないんだよね。あら、いけないじゃん。伝説の火事場ってどうやって行けるようにしたんだっけ。おばちゃんに鍵もらったんだっけ。お、地味にいい曲だ。あー、聖獣がいっぱいいるじゃないか。聖獣なのに。あ、痛い痛い。すげえ、一律にめっちゃ食らってるじゃん。あいつ戦うときに顔出てくんだ。今知ったよ。なんでラリフォーマー。命大事にはちょっと意味わかんない行動結構多いかもな。命大事には結構 MP 大事にでもあるからね。俺だ。あ、ここはもう行ってやるか。てかそうだね、パラレルワールドなのにさ、宝箱もう開いてるとか割と雑よね。もう一回手に入れ直せるぐらいの感じにしてくれよ。あ、これか。ここは取り逃してるじゃないか。マグマの杖。こっからまっすぐ行けばいいのか。お？まっすぐ行けないのか。あっちから行くのね。いやー、ムンババにゃ、ムンババ回避できないか。まあ初めて戦う的な可能性あるからいいか。いや、赤いのはやったな。グレートマムー、カイザーマムーか。お、グレーグ跳ね返した。神か。いいね、氷結乱撃コスパいいな。さっき惜しいとこまで行ってたんだな。こっちだったか。あー、邪魔だね。一旦でやっちまってくれ。いいね、早ぶさ切り。終わったね。
こっちだね。いいね、いたいたいた。お、てか、ヤヤク様ここまで来てんのか。この姿を見て、この姿を見て、人が来るとはなって思ったの。おー、なんかすごい初対面の人に正直だな、この人は。ラーの雫。ラーの雫持ってた、よかった。なんでか知らんけど、あげるあげる。やっぱこっちの世界では時を戻る前ではうまくいかなかったことがうまくいくようになってんだな。この前手に入れてた。マジか。よく覚えてたね。ラーの雫持ってるって。鏡よ。その汚れなき光で、我らを縛り続ける火竜の宿命の鎖を断ち切ってくれ。お前もうちょっとしたら母親食ってたんだからな。母上。よくぞ、よくぞ戻ってきてくれた。もう一度この顔を見られるなんて、これほど嬉しいことはない。母がどれほどそなたに会いたかったか。幾千の孤独と苦しみの夜を耐えながら、必ず戻ってくると信じて待っていたよ。母上、ご心配をおかけしました。これでもう二度と人食い狩り目が里を襲うことはないでしょう。この方たちは初対面の知らない人たちです。我らの宿命の解放者、ヤタの鏡の真の姿を取り戻し、そなたの呪いを解いてくれた旅の者じゃ。ラーの雫どこで手に入れたんだ俺。ありがとう旅の者たちよ。そなたたちのおかげで火竜の因縁は断ち切られ、私は母と再会することができた。もしかして老流のなんとかかな。親子、この恩は決して忘れぬ。里に帰ったら改めて礼をさせておくれ。ホムラの里にある社で待っているぞ。メガモリーヌがなんとかって書いてあったな。メガモリーヌってグロッタの町のあれじゃなかったっけ。ブギーの彼女じゃなかったっけ。なんかください。そう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 、やった、貧速地の鍵。そういうことね。ラーの抑神竜って言ってた。やっぱさ、どこだ、あれじゃないの。あ、やっぱ抑竜のイベントのとこだよね。だから時を遡る前のこの村の今のヤヤク様のイベントが終わった後に手に入れた
変な日本風の鎧を着て行った島での手に入れたやつだ。ここの由来のやつだったか。はいよ。名刀斬鉄丸を手に入れた。名刀斬鉄丸って何ですか。違う、強さなんて道具装備、守備力を下げる片手剣。三四郎片手剣じゃないの。装備できないんだ。またカミューか。てかカミュー専用装備なんだけど、何これ。なんで。で、オリハルコン上げたやつはうまくやってんだろうな。そろそろできたかい。どこだっけ、ここか。おお、終わってる。店に並んでる。お前、店に並んでるってことは店のやつにちゃんと口聞いてくれてんだろうな。勇者が来たら安くしてやれよと。どれのこと言ってんの。え、何、グラディウスのこと。違うよね、安すぎるよね。コメント、誰かに買われてたらどうするんだ。え、てか売ってませんけど。オリハルコン、あ、まさか防具なのか。いや違うよね、だって。お、なんだっけ、忘れたけど、なんかそれっぽいのが一個もない。どういうことだ、やろう。それともここの武器屋じゃなくて自前のショップでってことか。いや多分違うよな。やろうやろう、グラディウスなんかいうとかいう三流武器に仕立て上げやったなこいつ。どこだよ、ここか。これだって道具屋だぜ。あ、でも武器置いてるわ。王者の剣、戦闘中に使うと真空の刃を放つ究極の対魔剣、旗手剣。あれ、これなん。わかった、ちょっと買ってみよう。これを左手に装備する。いいえ、利き手じゃない。利き手は勇者の次と決まってるんだよ。でも今の俺の考えだと、このイベントをこなすともう一本勇者の剣ができるから、その勇者の剣で今俺勇者の剣二刀流をやろうと思ってんだよ。いや、デルカタルじゃなくて王者の剣。あ、やっぱ強いな、強いね。ちょっとだけ。お、やっぱでも同じ素材で作ってるだけあって似てるな。すげえそっくりじゃん。オッケー、ありがとな。でもなんかこんなことのためにって感じしちゃうけどな。これのために俺オリハルコン失ったの。アホじゃん。ハンマーはもう持ってるよな。ハンマーまでもう一回取りに行かなきゃいけないのかな。でもサマディの方バカだから売っちゃってるぞ。
でもハンマーだって勇者持ち歩いてない、持ち歩いてはないか、当然。違う、あれ大事なものだな。あれ泣くね。うわーねー、あ、ないわ。あれ、マーメイドハープ持ってるけど、この人。でもこれ装備できないか、さすがに。あー、ダメだ、ハンマー持ってねえわ、この人。しょうがない、一回。いや、一回金属地行ってみよう。それでイベントが発生すればそれでいいんだ。いや待て、でもオリハルコ持ってないから結局ダメだ。ちょっとユグナー地方に一瞬行かせてくれ。でセーブして、何がしたいかというと、一回ケトスに乗って、なんかバトル場みたいな名前のとこ行って、オリハルコン取ってくる。この世界ではもうオリハルコンないんだよ。いやいや、まだあるはずなんだよ。元の世界ではもうなかったけど、なんだっけ、マーメイドハープだっけ、違う、なんだっけ、あれ何呼ぶんだっけ、天空のフルートか。あれ、この曲だっけ。前からこの曲だっけ。もう全然多分ね、イズデルファと戦える状態ではあるんだよね。もうバトル場じゃなくて古戦場だ、古戦場。と申します。違うと思う。え、違うと思って何が、あ、違うよね。音楽これじゃなかったよね。大空に飛ぶんだってたな。ほんといいよね。たったーだっ。セーブなどいらん。すぐに立ち去る。我はすぐに立ち去る。ていうかさ、これ時間戻ってきたさ、時に、聖地ラムダに出てきて、で、今、お前、命の体重向かったのになんでまだこんなとこいるんだみたいなこと言われて、こっちの世界のとみんなと合流したわけだけど、ってことは、ちょっと前にさ、命の体重に向かった三四郎もいたわけでしょ。で、そいつさ、死んでない？そいつ抹殺されてないか。後から出てきた三四郎の登場によって、抹殺されてる気がするんだけど、存在が。かわいそうに。で、だってさ、あれでしょ？
で、時を戻る前の時間軸の三四郎は、んこれ高さの情報がわかんない。どこだ戻る前の三四郎は、もう戻ったってことで、あっちの時間軸からいなくなってるわけじゃないですか。そうだ、あったわ、ここ。来といてよかった。あ何今のやつ。え何お前。うわーでかー、あの宝石みたいなやつ。竜の秘跡。オリハルコン来た。なんだよ、めっちゃこんなとこでオリハルコン出るじゃねえかよ。もう手に入らないようだとか書いてあった。ちょっと気になるからこれ戦ってみようぜ。アメジストワーム。あれアメジストだったんだ。モンゴリアンデスワーム。だからさ、2つの時空があってそれぞれの三四郎がいたはずなのにさ、単純に過去の三四郎殺されてさ、新しい三四郎に乗り移られたというか、これでもしこっちの三四郎、今来てる三四郎がこっちの時間軸でやりたいことは全てやり終わった、だから元いた時間軸に戻ろうってした時に、こっちの時間軸から三四郎いなくなって元のところに戻んのかな。もともといた三四郎、志半ばで未来から来た謎の自分に成り代わられてめっちゃかわいそうじゃん。おい、強えな、こいつ。てか、また痺れだよ。このゲーム、痺れ強すぎるだろ。強制的に2ターンぐらい動けなくなるからな。これは一体なんでこんな強いんだみんな。なんかレベル乾燥してるって言ってんのにさ、こんな強いことばっかある。すごい、全然届いてないんだ、ブーメランって。届いてないけど、すげえ。ゴスペルソング？よかったな。これすぐ採取できるようになんない。オリハルコンで1個でいいのかな。せっかくだからもう1個ぐらい採取したいけど、結構時間かかるよねこれ多分。最上階見てこようか。ミネルヴァティアラ、ミネルヴァドレス。最上階見てきて、で、そこにもオリハルコンがあるはずだから、それ取って、で、戻ってきて、もう一個取れたら取ってみよう。ただ問題は、俺が非常に眠いということだね。これ合ってるよね。合ってない。危ない。地図見といてよかった。こっちだ。あ、キラーマジンガじゃん、これ。コメント、俺も。眠いよね。キラーマジンガ B。倒した。
仕事なので寝ます。おやすみなさい。勇者の剣もう一本作っとくわ。そしたらでももしサマディに行ってハンマー取ってこいって言われたらちょっと今日は終わりかもしれない。もしかしたら、まあ、3時までにできそうだったらやるわ。例えばあの腹筋ローラーさ買って膝コロやったら余裕だったから立ちコロやってみようと思った瞬間にぎっくり背中になって4日間ぐらい動けなかったんだけどさ、もう治ったもんでもう一回チャレンジしたらね今日立ちコロできたよ。とりあえずね16回ぐらいやっといた。16回やったら背中のもうなくなった。あるじゃんオリハルコン。伝説のオリハルコンだ。普通のオリハルコンとは違うのか。あ、普通のオリハルコンとは違うんだ。よかったよかった。そうだよね。さっきのとこでオリハルコンだっつって帰んなくてよかったわ。これでもう一本勇者の剣作れそうだな。ハンマー手に入れ直すのはマジで勘弁してほしいな。めんどくさいな。なんか馬の勝負で勝たなきゃいけないとかありそうだもんな。そうなったらちょっと今日はもうやる気ないかもしれない。なんかだって商品に出そうとしてたみたいなこと言ってたもんな。それが多分フラグになってんだよね。売ろうとしてたんだっけ？いや、商品出そうとしたって言ってたよね。絶対そうだわ。あれ、どこだっけ？こっちか。ここか。アメジストアも復活してないんだ。もう取れるでしょ。ダメだー。もういいや。一も。ホムラの里。でもやっぱりよく考えたときに大事なもののとこにあのハンマーがないから先に見ていくか。多分ないだろうな。先にやっぱサマディ行こう。巨星のかけら。なるほどね。あーごめんごめん、もう受ける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 。うえ、え、あそうか。ニズゼルファー、ニズゼルファーあそこで何してんだろうな。ハンマーくれー。最上位のレースを開催せよ。ネルセンがね。ネルセン何言ってんだよマジで。
え？ファーリスどこ？ファーリスどこ？え、でもハンマーの話出てこないね。どういうことだ？誰か商品の話をしてくれ。やっぱり馬やれっていう流れになったな。めんどくせえやつだぜ。あれクエスト持ってるじゃない。ゾンナルーンの木の枝。ヒソの森の北の高台。それどこなんだよ。始祖の森ってどこだっけ？あ、行ったことあるじゃん。あー、そういうこと？まあいいや。マジでハンマーの話出てこないね。ちょっと情報がねえな。どうしよう。とりあえず馬関係のとこ行って話聞いてみよう。何すりゃいいんだっけ？どうすれば出れるんだ、レースに。黄金の手綱。はい、買いました。高かったな。なるほどね、こういうのがあって。あー、ガイアのハンマーあるじゃねえかよ。やっぱりなー、よかった来て。でやるしかないことが分かったからやろう。今なんか注意事項が出てたな。
ブロンズ杯。一瞬で終わらしてやるぜ。黄金の手綱買ったからね。オープニング長いね。俺黄色かよ。馬ドリフト。馬ドリフトが何かわからんが、ドリフトしまくろ。おお、競馬の音楽が。めっちゃ競馬じゃないか。ダッシュ使い放題の影響出てんのかこれ今。だいぶ楽勝だけどね。話しすぎじゃないか。この緑のやつ取るのなんか意味あんのかこれ。3周いるのか。おお、周回遅れなのかもしかして。俺はやつらを周回遅れにしてるってことか。早すぎないか。やったー。ははっ、楽勝だぜ。はいはい、オッケーオッケー。もうガンガンやってこ、ガンガン。やる気ないと思ったけど、もうやってくやってく。あるって分かったらやっぱやる。いやでも黄金の手綱買ってよかったな。お、やるね。ちょっと早いわ、周りのやつが。何、道が分かれてるじゃないか。どうやってこんなとこに2つも3つもレース場作るんだよ。そんなルート何個も作る余裕なんかないだろ、こんな狭いスペースに。この緑のやつマジで何 いるのこれ。これここ曲がれる。ショートカットだな。曲がった方が早いな。また周回遅れで勝ったぞ。すごい、2秒ぐらい縮まってる、あのルート取ると。ゴールドハイ来たか。ああ、黄金の手綱。ベストタイム、どうでもいいどうでもいい。だって、賞金もらえんだろ。馬ドリフトってなんだろうな。馬ドリフトってどういう意味なんだろうな。めっちゃカーブするけど、あ、やべ、ぶつかった。ぶつかっちまった。あ、ぶつかっちまった。やばいやばいやばい。F0 だったら大破してる。コースが難しいな。これ、ガイアのハンマースムーズにゲットできるかも。できるかわかんねえぞ、これ。てか、馬の色が違う。そんな馬乗り換えんなよ。
でもこのドラクエ11作ってた頃はまさか馬娘が入るなんて思ってもなかっただろうな。俺はやってないけど。あ、短い。2周でいいんだ。よかった。オッケーオッケーオッケー。ここここ。ここが鍵よ。ガイアのハンマーをさえ手に入れば何でもいいんだから。お、早っ。やべ。そういうことか、あの緑のやる気みたいなやつを拾い続けないと本来ダッシュできないんだ。お、やばいかも。これ結構敵強いぞ。いや、まあ話したからだいぶ余裕にはなったけど。オッケー、やっと手に入れた。こうなってくると最後の商品も気になるな。なんとすぎるだろ。神話の武具のレシピ。広いね。まあ、やってみるか。うわ、暗い。どうやって作ったんだ。やばい、全然見えないじゃん。これ難しいんじゃない？てかシルビア出てる。てかグレイグも出てる。あと一人誰だ。やべ、マップわかんねえ。お前ら俺の邪魔すんなよ。仲間だろ。シルビア、グレイグ、あと誰だった。カミューか。馬乗ってそうなのといえば。そろそろか。まだか。いってー。押したー。ちょっと後のメンバー誰だったのかめっちゃ気になるな。これ黄金の手綱 なしだったら無理じゃね。審判の兜と神話の鎧。オッケー、揃った。ホムラホムラ。
まあ一応セーブしとくか。ちゃっちゃと作るぜ2本目。このね、自作の勇者の剣の方が俺デザイン好きなんだよね。先端が返しみたいになってて、絶対それは欲しい。やっぱ老子のお下がりよりね、こっちの勇者の剣の方がかっこいいでしょ。あれスマブラでさ、勇者のデフォルトが持ってるのって多分こっちのデザインの自作勇者の剣のデザインだった気がするんだよな。多分だけど。勇者の剣神じゃないんだもん。勇者の剣貝だったと思うんだよな。貝であってほしいし。ムービーとかないんだね。まあ見たしね。本当に同じことやってるだけなんだな。いっけー、勇者の剣作ってくれ。かっこいい、やっぱり デザインが。2本目の勇者の剣を作ることになるとはな。さあ、テントまだ火事場で、魔法の火事台でこれを貝にしなきゃいけないんだよね。かっこいいね、やっぱこっち。これでまあ、真。ちょっと待ってよ。真と、これどっちが強いんだ？あー、やっぱ、ピンの方が強いんだな。で、多分、これは、勇者以外は装備できないんだよ、どうせ。うん、OKOK。王者の剣。え、攻撃力下がってるじゃん。王者の剣の方が強いのか。あ、よく見たらこの何、つばの部分もデザイン違うわ。結構違うね、デザイン。よく見たら。いや、自作の方がかっこいいね、完全に。オッケー。ちょっと火事場行って。火事をする。
これ何が必要なの？ああ、ヒヒイロカネね。大進化の史跡。ヒヒイロカネは2個いると。で、大進化の史跡もいると。大進化の史跡ってなんだ？わかりました。そういうことね。これが本当に多分今作の勇者装備の最強なんだろうな。じゃあ今日はここで終わりだな。もう俺めっちゃ眠いもん。オッケー、じゃあ寝ますか。おやすみなさい。 ありがとうございました。また見てください。お疲れ様でした。